こちら、昆虫図鑑の世界。実は昆虫が嫌い、学研図鑑チーム編集長、牧野義文さんです。お願いします。お願いします。昆虫嫌いなんですか？この図鑑を作る前まではほとんど触れなかったです。そのレベルで嫌いなんですか？学研の人事が気になるな。図鑑の中でも昆虫ってエースじゃないですか？もともと虫を担当していた人間が辞めてしまって、後任として若手にですねお願いしようとしてたんですけど、異動になってしまい誰もいなくなってしまったんですよ。ここは編集長なので虫をやろうと。虫は嫌いでも昆虫図鑑のことは無視できなかったんですね。昆虫図鑑ってかなり歴史ありますよね。うちの会社ですと1970年に創刊した学研の図鑑の昆虫っていうのが初めて出たものです。1970年、当時はイラストで構成されていて、はいはい、学校の図書館なんかにも必ず入ってましたし、絶対ありますよね。いや懐かしい。絶対に持ってた。子供の頃の記憶ってすごいですね。そうです。手に取った瞬間に蝶々から始まるよなって思ってました。このページめっちゃ覚えてるんですよ。カブトムシの仲間、水の中にカブトムシっぽいやつがいるっていうのが子供ながらに衝撃だったんだろうな。その後に出たのが1999年のニューワイド学研の図鑑というシリーズなんですね。でこれが2014年に発売しました学研の図鑑ライブで、4代目が今年発売しました学研の図鑑ライブの昆虫新版になります。あ、新しくリニューアルされたこだわりをね見ていこうと思うんですけれども、その1、昆虫図鑑史上初全て生きている姿の写真。前の図鑑を見ていただくと分かるんですけれども、はい、標本写真っていって針で刺したものを撮影しているんですね。そうやって言われると全部死んでますね。トンボをご覧になっていただくとよく分かると思うんですけど、青ヤンマっていうのが、青ヤンマっていう名前ですから本来は青いはずなんですけれど、はい、全然青くないですね。これが生きた姿だと全く違う色合いになるんですね。お、青ヤンマじゃないですか。そうですね。全然違うじゃないですか。すっげえ、こんなに違うの。全然違うから、1個前のやつには体の色は綺麗な緑色って注釈入っちゃってますもんね。ああ本当だ、入ってる。全部生きてるんですか？そうです。これ実は1年間で全て撮影しているんですけれども。え、何種類いるんですか？2800です。2800種類。掲載されたものが2800っていうことは撮影はもっとしているんですね。え、実際は7000種撮影をしていて、しかも1種で幼虫とかオスメスとか、はい、実際はもっとそれ以上。7000を350日かけて捕獲するとすると、1日20種類の昆虫が送られてこないと取れないんですよ。そうですね。この数の昆虫を誰がどうやって捕まえてくるのっていう。奥付けをご覧になっていただくと、これが関わった人たちのお名前。めっちゃいるじゃないですか。白バック撮影チームって書いてあるものが白背景に昆虫を乗せて撮影した人たちなんですけれども、だいたい40人ぐらい。この白バック撮影チームの中にも一人ぐらいは虫嫌いいたでしょうね。それ私。その下ですよ。これやばいですよ。最終生態提供班っていうのがいいんですよ。さすが、目の付けどころがいい。これ、え、ちょっと待って、これ何人いるのよ。200人ぐらいいますね、ざっと。渡辺さんだけで3人いますよ、虫取ってる人。僻地ですとか離島ですとか、なかなか行けない場合は最終提供者の方に生きた虫を送っていただいて、それを撮影しているんですね。すげえ、すごすぎる。どうやって撮ったんですか？昆虫って二酸化炭素を吹きかけると動かなくなるっていう性質が多いんですね、はい、動きを止めたところを撮影する。二酸化炭素効かないやつらもいるわけですよね。います。テントウムシのムーア白星テント、これは私撮影してようやく虫が触れるようになり始めた頃なんですけど、二酸化炭素をかけちゃうと頭を隠してしまうんですね。実際撮りたい姿っていうのは足を広げて、はい、頭を出して歩いてる様子を撮りたいんです、はい、なので二酸化炭素かけたとしても目が覚めて、はい、歩き始めた瞬間をひたすら撮影するっていうのをやりました。なるほど、大失敗じゃないですか。羽は出てる、飛ぼうとしてる、ピントはボケちゃってる。あ、惜しい惜しい、足がね。そうです、ここ前足出してほしいのにみたいなのが結構あったりして。そうそう、ね、いや指指。納得できるやつが取れるまでどれぐらいの時間かかったんですか？半日ぐらいかかってますかね。半日かけて撮ってるとどういう感じになってくるんですか？イライラしてくるんですか？それともお前だってこんなに撮られたくないよな、羽も広げるよな、はいもう一回行こう、はい行こう、あーそっちじゃないよな、もう一回行こう、また羽出しちゃったな、ダメだなみたいな感じで愛情が湧いてくるのか？これに関しては愛情ですね。愛情。苦労話っていうと、ショー
ですかね、全て生きているものなんですね。今までの標本写真だと表と裏って半分半分で載せていただいたものですけれども、はいはい、分かりにくかったと思います。なるほど。それが羽を広げているところとか羽を閉じているところっていうのを撮影することで直感的に表と裏がどっちかっていうのが分かるわけですね。蝶の一番大変なところっていうのは、はい、羽に鱗粉がついていますよね、はい、野外で採集したものを撮ってそうですけれど鱗粉が取れてしまうと図鑑に載せるものとしては不適当な。そうですよね、はい、で鱗粉がついたまま撮影するためにどういうことをしたのかって言いますと、サナギから蝶を育ててもらって羽化したところを撮影するっていうことをやってもらっています。これはもうお一人でほとんど撮影されているんですけれど、蝶の専門家の工藤誠也さんっていう方です。普通蝶が羽を開いた瞬間って飛ぶ時なのでとってとてつもなく大変なことだったと思うんですけれど、はい、それをほとんどの種で実現できている。蝶なんじゃないですかこの方。似たようなものとして蛾がありますけれども、はい、与那国山っていう沖縄県の天然記念物なんですけれども、はいはい、天然記念物なので採集したり触ったりすることが禁止されているんです。そうですよね、はい、これは基本蛾って光に集まってくる性質を持っているじゃないですか、はいはい、ライトトラップって言って夜中に光を焚いてそこに集まってきたものを撮影するんですね、はいはい、この与那国山は紙に写すっていうこともできないので白い布の上に来たものをその場で撮影してるっていう。うわ奥深っ。こういうのですよこのチャンネルが待ってるのは。極めつけのものとして、極めつけ小型スズメバチねじれ羽っていうものは羽がねじれたように温まれるので、そういうことでねじれ羽なんだ。これって他の昆虫へ寄生する生き物なんですけれども、スズメバチのお腹にたまに幼虫が顔を出してることがある。そういうスズメバチが見つかることがあるんですけれども、はい、研究者の方に撮影をしていただいたんですけれども、はい、まずそういうスズメバチがたくさんいる巣を見つけていただきました。で夏ぐらいにですね羽化を待っていただいて、はい、スズメバチから小型スズメバチねじれ羽の成虫が飛び立つそのタイミングを抑えて撮影をしていただいてるんですね。で成虫になってしまうと数時間で死んでしまうんです、なので必ず羽化したタイミングっていうのを見逃さずに撮影していただく必要があるんですけれども、はい、1年前から必ず抑えてくださいってお願いして撮影していただいてます。小型スズメバチねじれ羽の予約があるんですね。例えるなら海鮮系の飲食店にアジさばいてる時にアニサキス見つかったら教えてくださいねみたいなことを言ってるってことですよね。うん。気持ちはわかります。これ撮ってるのは夏休みですけど、夏休みにご実家に帰省される際にはね、帰省中もちょっとね探してみていただいてということで、さあ続いてまいりますか。表紙にもストーリーあるんですか。そうですね。あ、わかりました。戦隊ものになってんじゃないか。カブトムシがクワガタを持ち上げる瞬間を撮影してほしいなっていうことでご依頼をして、クワガタとカブトムシの剪定から始まるわけなんですけれども、それぞれ50体ぐらい候補を探していただいて、えりすぐったカブトムシとノコギリクワガタにまず登場してもらいます。さらにカブトムシがクワガタを持ち上げるときって普通お腹側が持ち上がって紙面としては腹側が見えてしまう。ただそれはちょっとと嫌がる方が多いかなと思ったので、はい、背中側を絶対見せてほしいっていうお願いをしたんです、はいはい、もう本当何ヶ月でしょうかね、撮影をしていただいてようやく撮れた最後の写真っていうのがこの瞬間だったんです。力が拮抗していて、たまたまノコギリクワガタが身をよじってくれたタイミングだったのかなと思うんですけど、はー、すっごいげーなー。あともう一つゲンゴロウとかガムシっていう水の中に生きている昆虫ですね、はいはい、なんか違和感を感じませんか。わかりました。水中にいるとこを撮ってます。さすが、おっしゃる通りです。後ろ足の毛が全部出てるんですよね。泳ぐ時の推進力を得るために必要な部分だっていうふうに言われてるんですけれども、はい、標本写真だと縮んだり足と一緒になっちゃって見えないんですけれど、はい、水の中で撮影しているとはっきりと見えることができる。最も大事なのは光沢ですね。子供がバケツとか水槽の中に入れた姿で見るじゃないですか、はい、でも図鑑で見た姿がすごい光沢のあるものだと違和感があると思うんですよね。なので水の中で撮影をしている。本当だ、全然違う。ゲンゴロウってより陰蝋ですねこれは。テッカテカですもんね。水中で泳いでるのを撮るのも相当大変ですよね。透過率の高いガラスの中に泳がしている。一緒に泳いで撮ったりとかしてない。してないんですね。こだわりその2、昆虫の順番。何順だろう。ああいう順じゃないですもんね。あ、わかった。昔からいる順だ。お、さすが、大正解です。
進化の順番からして古いものから新しいものへっていう順番になってます。一番最初は石の実目ってことですか？そうです。一番のポイントは羽がないっていうところなんですね。昔人気順じゃないですか？そうですね。先ほども古い図鑑開いていただいたときに蝶から始まってるはずだとか、進化の順番で掲載するってことは、子どもたちが図鑑を開いたときに蝶ってどのあたりに載っていたかなっていうのを指で探しますよね。それが前にあったのか後ろにあったのかっていうのは子どもの記憶にずっと残ると思うんです。私さっき残ってましたもんね、蝶、はい、一番最初だったよなって。それが進化の順番と連動してるっていうことは、その知識も一緒に記憶に残るはずなんですね。だから進化の順番に昆虫は掲載している。おしゃれ。これは安い。この2420円は安い、激安です。ちなみに差し替えとかも考えてます。差し替え？そうですね、先週牛を捕まえてきたんですけど、はいはい、生きてんじゃないですか。これはミカドアリバチっていう、はい、アリに擬態した蜂ですね。確かにちょっとアリに似てる。これは掲載されてないんですけど。あ、掲載されてないんだ。これをたまたま捕まえて次の増設の時に差し替えたいなっていうふうに今のところ思っているんです。めっちゃ好きになっちゃってるんですかでもまあゴキブリは無理ですね僕はゴキブリ大丈夫ですか？いやダメですただ怖くはなくなりましたね。あ、ゴキブリますよ。いやちょっとやばい